今、録画を始めました。今日はですね、ミャンマーの、日本語、ミャンマー人で日本語が話せる人たちに、今、ミャンマーでどういうことが起きているかということを、ちょっと伺いたいと思って、ズームで急に、来ていただきました。よろしくお願いします。はい。はい。お願いします。はい。お願いします。じゃあ、レイさんとキンさん、最初に本当に、簡単でいいので、ちょっと自己紹介です。しかもその言えることだけでいいですよ。それが知られて困るようなことは言わなくていいので、簡単に自己紹介していただければと思います。はい。わかりました。じゃあ、キンさん、どうぞ、先に。はい。はい、私は、金です。この場をお借りしてですね、少しでも、日本人の方々に、今、ミャンマーで起きていることをお届けできたらと思っております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、レイさんもお願いします。はい。うん。私はレイと申します。まあ、皆さん、Facebook とか、まあ、ニュースとか見てたら私のこと分かってると思いますが、まあ今、ミャンマーの現状を分かっていただいて、まあ、日本政府の対応とかも分かっていただいて、ミャンマーに何かできることであれば、支援と国よりよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もう一人、ズームには参加してるんですが、ちょっとオーディオが接続できなくて、今、じゃあこのお二人にお話を伺いますね。この後、もしかしたら誰かが途中で入ってくるかもしれません。はい。じゃあ、最初に聞きたいことは、やっぱり今のクーデターの、ことなんですけど、まず最初に、そのクーデターが起きたって聞いたときに、その瞬間にどういうふうに思いました？金さんとレイさん、どうでしょうか？金さん、どうぞ。ありがとうございます。そうですね、2月1日、私はその出勤前、友達からの、そのシンガポールの友達からのコールだったんですけども、やっぱその聞いた瞬間、固まった状態だったんですね。そのクーデターで政権を奪われるっていうことは、昔、親からは聞いていたんですけども、今、この世代で、ね、私が、その、聞くっていうのはかなり驚きました。で、何ができるのかっていうのをその時からずっと考えていることですね。まずはその信じられなかったこと、そしてそこからちょっと悔しい、悲しい、すべての感情が未だにこう湧いている状態でございます。以上です。ありがとうございます。レイさんはどうでしょはい、私2月の1日の時に夜勤明けで、まあ、仕事終わって出た瞬間、友達から、まあ、メッセージが入ってきて、まあ、スーチーさんと大統領は、まあ、拘束されて、今、ミャンマーは軍事クーデターになってますよって、なんか連絡が来てですね、まあ、全然もう信じられなくて、絶対嘘でしょって思ってました。だけど、まあ、すぐにあの子から電話がかかってきて、すごい泣きながら、もう家族とかも連絡取れないし、どうしようみたいな感じで言ってから、あ、本当だって思って、自分で何もなんか言葉も返せなくて、もう倒れました、私。もう救急外来まで行けて、ショックで。で、まあ、終わった瞬間、まあ、1日の時に、国連の前、大学の前でデモがあったから、それもみんなに声かけて、デモ参加して、自分の気持ちを伝えたり、メディアにも、まあ、ミャンマーを助けるように、まあ、できることは全てやってたんですけど、本当に軍事クーデターの経験は、まあ、今初めてなんですけど、まあ、昔の1988年のこととか、まあ、お父さん、お母さんからは聞いてるんですけど、まあ、そこまではしないでしょうって思ってました。絶対そこまではもうミャンマー人同士だし、軍事ってどんなに、まあ、ひどくてもそれぐらいはしないんだろうって思ってたんですけど、今の現状を見ると、まあ、人間ではない、すごいテロリスト、最悪な人間だって思ってきました。まあ、自分の力では何もできないからすごい悔しいし、痛いし、もう夜も眠れないし、まあ、仕事頑張らなきゃって思って言ってるんですけど、もう毎日何か、どうにか、まあ、ミャンマーちゃんを助けたいって思う気持ちで、まあ、今みたいに日本人たちに伝えたりとか、できる場をまあ作りながら頑張っていますので、はい。うん、ありがとうございます。はい。それじゃあ、あれですね、もうお二人とも、そういうことがあるかもしれないっていうことは全然考えてなくて、じゃあ逆に言うと、国軍の人たちも、自分の言うことを聞かないとクーデターするぞとか、
そういうようなことは全然言ってこなかったっていう感じなんですか？ですね、まあ、その話は出てたんですけど、実際にはもうできないんだろうって思ってました。うん、今のインターネット時代だし、世界からもみんな分かってるから、うん、今の、まあ、時代では絶対できないんだろうって思ってて、まあ、こんなことしたら絶対なんだろう、まあ、法律的にも違反だし、世界からも、まあ、手伝ってくれるんだろうって思ってたので、ここまでひどくはないと思ってました。だけど、まあ、本人たちも、もうしないとは思ってました。なるほど。ああ、分かりました。ありがとうございます。はい。今、一人、ユウさんっていう人が入ってますが、ユウさんはミャンマーの方ですか？違うかな？はい、私、ミャンマー人です。あ、分かりました。はい。これお名前呼んじゃっても大丈夫ですか？はい。あ、分かりました。はい。すみません。じゃあ、ユさんはその最初にこのクーデターのことを聞いたときにどういうふうに感じましたか？まさかって感じでしたね。うん、っていう感じでした。なんでっていうことしか頭に思い浮かばなかったんです。うん、なるほど。はい。そうですか。もうじゃあ本当にみんなにとって全然予想していなかったことなんですね、それじゃね。そういうことですね。ありがとうございます。はい。そうか。じゃあ、じゃあもうその後に、そのクーデターについてどう思いますかっていうのは、じゃあ今、だいぶ聞けたんですけど、その今、実際にいろんなところでデモが始まっていますが、その実際、さっきレイさんもちょっと言ってましたけどね、国連大学の話とか、その他にデモに参加された方はいらっしゃいますか？金さんとか、ユーさんとか。私はですね、静岡市に住んでおりまして、静岡ではまだデモ活動がないので、参加できていない状態ですね。ああ、なるほど。そうです。じゃあ、例えば、ミャンマーにいる友達とか、家族とか、親戚とかで、デモに参加している人はいますか？あ、います。はい、います。ああ、はい、います。レイさんも、キンさんも、ユーさんも、そういう人がいるっていうことですね。あ、もちろんです。家族も全員出ていますね。毎日。あ、本当に。家族も全員出てる。そうかそうかそうか。では、じゃあ一部の人たちだけがデモをしている感じじゃなくて、もう本当に、ミャンマーの国民の全員がクーデターに反対しているっていう感じですか？そうですね。はい。まあ、若い子たちはデモとして出てるんですけど、うん、家にいる、まあ、年寄りとかでもできることをやって、まあ、ご飯作ったりとか、みんなにまあ渡したりとか、うん、いろんなできることはみんな協力しながらやってるので、もうみんな全員反対です。なるほど。じゃあ例えばその国軍の人、友達の中にその国軍の人とかはいたりしますか？その私、過去います、友達。あ、本当に。でそういう人たちは今度のクーデターのことは批判しない感じなんですかね、やっぱり。まあ言えば半分半分ですかね。半分は、まあ、不服従運動に参加してくれて逃げてる人もおれば、捕まれた人もいますし、もう半分は、まあ、なんだろう、上のプレッシャーもあるのか、家族も、まあ、逃げられない状態だから、まあ、何も声は出てなくて、まあ、このまましてるって、うん、まあ、人殺しはしないとかは言ってるんですけど、まあ、実際どうなのかは分からないんですが。なるほどね。はい。ありがとうございます。そうか。あ、ジュウさんつながったかな？はい。今聞こえますか？あ、聞こえます。聞こえます。よかったよかった。はい。あ、はい、すみません。はい。なんか大変だったみたいで、わざわざありがとうございます。いえ、すみませんでした。ありがとうございます。はいじゃあちょっと他の人にも聞いてるんですけど、そのジュウさんは最初にこのクーデターのニュースを聞いたときにどういうふうに感じましたか？まず最初はびっくりしたっていうことと、うん、そうですね、まあ認められない
ていうのが一番最初に思いました。なぜかっていうと、私たちも海外にいながら、私も2015年も選挙に参加しましたし、今回の2020年も選挙に参加して投票をしました。で、まあ、みんな、まあ、私の周りの人も誰に聞いても、みんな投票しているのがどっちかっていうのは聞いても誰でも分かるんですし、で、この結果もみんな公表していて、もう選挙所とかはもう先生たちが票を数えてるんですね。それをみんなこうテレビとかからも公開してるし、みんな数えてるのをみんな待って、その結果もみんな見ているっていうところで、日本もそこの検査のところも一部参加したりしているし、あと海外の機関とかも一部参加したりしているので、でそこで絶対その不正っていうのがないと信じていて、まあ、そこであっても何ていう、そのミスとかそれぐらいで、その選挙結果に大きく影響したりする数字じゃないかなっていうふうに思っていまして、なのでこの結果、これを理由にクーデターを起こすっていうことが理不尽で、全然納得できないし、これは軍による勝手な理由付けでやっていることなので、はい、私たちは先生絶対に賛成できないし、はい、受けられないです、受け入れられないです。はい、はい、ありがとうございます。はい、で、今のお話だとジュンさんは日本にいらっしゃるみたいですけど、その、はい、デモとかに参加したことはありますか？でも、はい、前回日本で、なんていう、なんだっけ、レッスン、どこだけやったのは、私たちやったの防衛省。あ、防衛省の前ですね。はい、そこに参加しました。あ、本当に。防衛省の前でやったんですね。はい、そこそこ、はい。はい。なるほど。はい。じゃあ、ミャンマーにいるジュさん の, 家族とか友達とか親戚とかで、ミャンマーでの、抗議活動に参加している人いますか？あ、います、います。友達みんな、私の同級生とか、高校の同級生とかはみんな参加しています。子供も連れていて参加しています。あ、本当に。そうか。うん、子供も連れてね。危なくないんですか？子供とか連れて行って。っていうか、その写真とかがもうすごい写真がいっぱい。ツイッターとかに出てますよね。そうですね。つい最近までは、言語はまだ、ね、なんていう、その軍はそこまで攻撃しなかったんですけれども、例えば、1週間、2週間前ぐらいまでは、ヤンゴンには、軍はまだそこまでやらなかったんですが、うん、で、状況がどん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 変わってきてるんですね。軍の方から、こう、なんか最初は軍はどう思ったかっていうと、このデモは数日で本当に短期で収められると思ったんですね、軍側からは。ただ国民は今回のクーデターではもう呆れたんですね、軍には。なぜかというと、私たちも歴史的にも、何回かその軍から権利を奪われたり何回も あって、その国を理由なしに彼らは60年ぐらい抑えたっていうところがあって、その期間内で、結構経済とかも一番最低だったし、教育も私たちの教育もあまり良くなかったし、そういうのを経験あるので、まあ、今回のクーデターは彼らはそういう風に短期間で収められると思って、思ったんですが、彼らの計算ミスで、で今回は国民は それを絶対もう今回きりで、ミャンマーで軍はもう絶対このことを起こさないように、私たちの世代、次の世代にはもうこの軍がこういうことをやらせないということで、もう今回でみんなもう勝ち取るまで戦おうっていうことで、もうみんな今回はもう絶対やめないっていうことなので、で、今もう1ヶ月半、まあ1ヶ月もうちょ、もう
ちょっとで、はい、そうですね、1ヶ月半ぐらいになったんですが、それでも全然国民のデモ活動は収められないということなので、はい、みんな多分今後も続けると思います。なるほど、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ、ね、友達の間でその、実際に怪我したりとかそういうことをした、そういうふうになっちゃった人とかはいますか？その抗議活動に参加していて、私のいとこ、うんうん、いとこ今まだ18とかですけれども、大学1年生で、いとこが出て、ゴム弾で、はいっていうので、怪我はしたっていうのを写真送ってくれたんですよ。あとは、はい、他の子たちはうまく逃げられたりとか、まあ、実際その実弾とかで、撃たれているのを目の前に見た。昨日か一昨日かな、うん、一昨日ですね、医者、1年生の医科大学の学生、はい、亡くなられた時に友達が一緒にそのデモ隊に参加していて、うん、で、はい、で途中でか彼女たちは逃げられたんですけれども、その子だけ犠牲になってしまっていて、彼女はすごく今悲しまれています。なるほど、はい、はい、レイさんとか金さんはそういう実際にデモ抗議活動に参加してそういう被害を受けたような例を知っていますか？あ、いますね。私の友達は、私も看護師をやっておりまして、友達みんな医療従事者というデモ の活動があってですね、それでみんな出たらゴム銃で撃たられて逃げて、まあ、撃たれた子もいますし、あと、まあ、家にもう一晩中どこかで、まあ、してもらってて、まあ、家に戻らない子とかも結構いたし、はい、で走りながらお怪我した人とかもいます。うん、あ、本当にそうですか。金さんはどうですか。そういう人はいますか。あ、はい、私はですね、私シャンシュタウンジ市から、来ているんですけども、タウンジ市はですね、幸いにも実弾がまだ使われていない状況なんですね。うん、なのでその直接怪我をした人とかは見てないんですけども、ただその夜ですね、拘束しに来る警察が怖くて、で私のその親のいる家で泊まりに来る方はいますね。よくお医者さんの中からですね。あ、なるほど。つまり、はい、夜中に警察とか軍が来て連れて行ってしまう。そうですね、はい、そうですね。それもなんていう、私の姉がお医者さんやっているんですけども、今お医者さんってかなり、警察に注目されているので、その私の姉の友達がその CDM 活動に参加されている方なので、身の安全のためにですね、今夜は私の姉の家に泊まって、また他の夜は他のところで泊まったりしているわけですね。はい、怪我は幸いにもしていません。はい、あ、本当に、はい、わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあもうこれが3つ目の最後の質問になるんですけど、これをその今の話をその YouTube とかにね上げて、それで Twitter とか Facebook にもシェアしたいと思うんですが、それを見ている日本人に対して、どんなことをしてほしいですか？見た人はどういうアクションを取ればいいでしょう、日本人は。まあ、まずはですね、うん、はい、日本人の皆さんも後悔しているところはあると思いまして、うん、今の、まあ、戦いは、まあ、軍事と国民の戦いであり、あと、うん、まあ、なんで戦っているのかというと、まあ、命かけて戦っているのは自由と民主主義を欲しいから戦っているわけですね。うん、それをなんか特定の政党、まあ、例えば NLD のためとか USTV のためとかやってると思っている人もいると思うんですね。あと、まあ、スチさんのためとか、そうではなくてですね、まあ、NLD は、まあ、総選挙で勝った、まあ、政党だから、そっちには、まあ、支持しているような行動にはなっているんですけど、私たちが欲しいのは民主主義と自由ですね。今、まあ、見てると、ミャンマーの現状を見てると分かると思いますが、もう自由も もないし、まあ、法律なんかもうどこにあるかいうぐらいですね、何もなくて、もう軍人たちのやり放題でやられて、殺されて、やられてる状況なので、本当に戦争の中で暮らしてる状況になっていまして、
それを分かっていただいて、まあ、国民の立場から考えて何かが助けることがあれば助けていただきたいと思います。今だけではなくてですね、まあ、この戦争が終わった後でも、まあ、社会面的に、まあ、教育的とかもすごい、まあ、力が必要だと思うので、日本からの力をお借りいただければと思いますので、どうかよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあまずはその知って分かってほしいということですね。そうですね、はい、うん、みんな日本人が、まあ、スーチーさん嫌いとかいる人もいますね。私たち今分かってるのはスーチーさんのためとか、うん、まあ、アナリの政党のためとかじゃないので、それを分かってほしいですね、うん、はい、もっとその普遍的な民主制とか自由とかそういうことのために。そうですね、はい、日本みたいに平和になりたいので、うん、あと自分が自由に、うん、はい、行動できるような国になりたいので戦っていますので、それを分かって応援していただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあユウさんはどうでしょうか。この動画を見ている日本人に何かしてほしいこと、具体的なことがあったら教えてください。今ですね、私は日本在住なんですけど、私としては、はい、ミャンマーのことをもっと、うん、日本も含め全世界に知ってほしいことと、あと正しい情報が、うん、世界に発信できればなと思っております。で、今、まあ、いろんな意見のある中、先ほどレイさんが言っていただいているように、その自由のため、民主主義のために戦っていることであり、それを理解していただいて、ミャンマーのことを応援していただいてほしいです。なるほど。はい、ありがとうございます。はい。はい、じゃあ、金さんはどうでしょう。はい、はい、ありがとうございます。私の方からもですね、今日こう、村上さんみたいにですね、こう、ミャンマーの方たちを手伝ってくれてる方々もたくさんあるので、お礼を申し上げたいのと、あとはですね、まだまだ知らない日本人の方ってたくさんあります。なので、まだ知らない方はまず知っていただいてですね、知っていただいた上で何か、アクションを起こしてくれたらありがたいんですね。どんなですね、些細なことでもいいです。まずは、正しい情報を受け取って、できることをやっていただきたい、周りの方に伝えていただきたい、ことから、お願いをしたいです。私たちもですね、もちろん多くの日本人にお届けできるように、これからも努力していきますので、ぜひですね、応援をしていただきたいと思っております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。わかりました。ということは、じゃあ、まあ、別にこの動画じゃなくてもいいので、何かその、ミャンマーに関係している、情報を、Facebook とか Twitter とかでシェアするっていうのも、もちろんミャンマーのためにできることっていうことですよね。そう、さようでございます。そうですね、今ですとかなり、ハッシュタグミャンマーとかでも検索するとすぐに、情報が出てきますので、うん、そういったものをこう周りの人に、教えていただきますと、友人からの、話って信用できるんじゃないですか。そのようにですね、うん、はい、情報を広げていただけたらと思っております。はい、はい、ありがとうございます。はい、そういえば、今日なんだっけ、名古屋んごんっていう YouTube のチャンネル見つけたんですけど、ミャンマーの方がやっぱり日本語で話してる、YouTube のチャンネルですね。あれなんかも僕から見るととっても分かりやすくて、いいんじゃないかなというふうに思いました。さっき僕も Twitter でちょうどシェアしたところなんですけどね。はい、じゃあすいません、ジュウさんはどうでしょうか。その日本人にやってほしいこと、してほしいことっていうとどんなことがあると思いますか。そうですね、さっきのお二方言った通りに、まず正しい情報を正しく知ってほしいっていうのが、正しく伝えてほしいっていうところがありまして、で一つ具体的に言いますと、今 まだ日本のニュースとかではちょっと偏ったニュースとか、あとはまだ軍のことも治安部隊と言ったりとか、そういう言葉だけでもなんかミャンマー人にとっては
あの悲しいことなので、そういう言葉からして、避難してほしいですね。あの今ゴンがやっているのが全然国民 の, あの治安って、あの国民の治安を守るための部隊じゃないですか。でもあのゴンがやっていることは国民に戦っているし殺しているので、そういう言葉遣いからして、そう言葉使っているあの、まあ、テレビ局とかニュースとかでもこういうのを指摘してほしいし、うん、そういうのを使わないでほしいですね、うん、であとはもう一つって言いましたら、あの政府に今日本政府があのまだその噂あのところですけれども、日本 の, あのミャンマー在日本大使館の方があの27日にあのゴンの、タマドの、 あの、記念日があるんですけれども、そこに参加されるということなので、私は今朝あの日本 の, あの外務省のところに意見をあのメールで送ったんですけれども、あのそこを絶対参加しないで認めないでほしいということですね。あの国民から日本政府に対して、で、あの、そのような、あの、テロリスト応援のような行動をしないでほしいっていうのを、日本人からも政府に圧力かけてほしいなっていうふうに思っていまして、で、あの、日本の政府がやっているっていうことは、我々の、あの、税金を使ってやってるっていうことじゃないですか。なので、まあ、私も日本で働いていて、日本の政府に、あの、税金を、あの納めているんですけれども、そういうふうに日本があの私たちの税金 を使って無駄遣いを してほしくないということと、そういうふうなあのテロリスト応援のことをしてほしくないというのを、まあ、日本人の方がもっと国民同士の方が分かち合えると思うので、そのようなことを政府に対して圧力をかけてほしいなという、非難してほしいなというところを思っています。はい、はい、ありがとうございます。あの27日のっていうのはなんか、ミャンマーの国軍のなんか記念式典かなんかがあるんですか。そうです、はい、うん、記念式典があります。でそれにその、ミャンマーにある日本大使館の人が出席することが良くないっていうことですよね。あ、はい、なんか今あの今朝あのミャンマーのことをよく知っているあの日本人の方、よく知られている日本 の, あの先生の方があのミャンマー大使館に、在ミャンマーの日本大使館に電話かけたらしくて、そこに参加さあの招待状が送られているので、あの大使館の方にで、参加されますかっていうところをあの公表していて、そこ聞いたらあのその大使館の方が、参加するかどうかは検討中っていうことで、っていう回答をもらったみたいで、本当は参加しないっていうのが答えが、あの例えば誰もあの今は世界中あのアメリカとかもヨーロッパからでもこのゴーンを認めていないんですね。その認めていない政府を最初に会いに行ったのが日本 の, あの 在ミャンマーの日本の大使館 の, あ の, あのなんだっけ大使丸 山,、うん、丸山大使があの会いに行ったんですね。でなぜ会いに行ったかわからないんですがあの私も政治関係っていう考えているのかわからないんですけれども、でもあの誰も認めていないことを なぜその交渉とかに行くかっていうのをあの疑問に思っていて、そう認めちゃいけないっていうことを、あとあの公表して会いに行ったじゃなくて非公開で行ったっていうところが、そういうのもあって、で日本政府はなぜそういうふうにやっているかっていうのを少し今疑問に思っているんですね。なるほど。じゃあその例えばあのその弾圧するのをやめてくださいとか、そういうことを言いに行くのも今はいいタイミングではないっていうことですね。そうですね、今はその支援とか、支援は国民に対して今私たちも CDM とかあのその服従の活動に対して私たちも今あの国民対国民で、支援しているんですけれども、政府から支援するとあの今
ゴンから行くと、そのゴンから行かなくてもゴンになるんですね。なぜかというと、彼らは虐待をして、その、機関、あの政府、非政府機関でもその機関にあの無理やりにお金を納めることはできるので、あの武器を使って、なのであのその機関を通してでもあの寄付とか支援金とかはしないでほしいですね。あのもししたいなら国民にあの対してやってほしいというのがありまして、でそういうのもやっているので、そこは今のタイミングではあのしてほしくないですね。なんかすみません、今のちょっとお金の話なんですけど、じゃあその、はい、普通の一般人がそのあのミャンマーでその抗議活動をしている人たちのためにそのお金を給付というような人がいるとしたら、それは何かいいルートがありますか？あ、はい、今あの実際にあのある日本、私の知り合いの日本の方々もあのその CDM 活動をやっているあのミャンマーの公務員にあの支援っていうところであのいただいたりはしています。あ、なるほどね、そうかそうか、はい、じゃあ、そうか。そういうのはあの公開されている、寄付する場所とかがあったりするんですか？はい、今はそのあるんですけれども、ミャンマーの方ではこのゴンが今その寄付する機関でもあの寄付している人たちも実際 CDM をやっている公務員にもあの今はあの逮捕しているので、あの実際に公表的にはできないですけれども、みんなあの水面下でみんな応援している、あのなんていう支援しているというところになっております。わかりました、ありがとうございます。はいはい、あ、はい、あ、すみません、あの今入ってきたさん、あのまた声出せますか？あ、はい、できます、すみません、はい、ちょっと会社、はいはい、あ、今から終わりましたからちょっと遅くになりました。はいはい、ミャンマーの方ですね。はい、ミャンマーの方です、はい、ちょっとじゃあ今他の人に聞いてたことをちょっと同じことを聞いてもいいでしょうか？じゃあ、あ、はい、はい、あのじゃあね、最初にその今回のクーデターのことを最初に聞いたときにあのどういうふうに思いましたか？ね、最初に私は、まあ、今クーデターされたときは、まあ、日本にいたから、過去最初にはまあ今民族、ミャンマーの民族のためには過去心配して、うん、はい、あれ過去なんかまあすぐに、まあ、悲しい気持ちで、うん、あ、どうすればいいかとか思って、今はまああの最初はまああのミャンマーの今シリアム入ってる、まあ、今やってる人たちには募金を今払って、今日本から、まあ、今、まあ、募金払うグループがあり、まあ、ありますので、そのグループに、まあ、募金して、うん、あ、募金をして、あとは、まあ、その、まあ、私からできることは、あの、まあ、今、まあ、日本にいるミャンマーたちでも、過去はチラシとか今配ってますから、うん、まあ、そのチラシを渡って、まあ、日本人たちにもっと、まあ、あの協力してほしいとか、はい、うん、今は今大事なことと関しては、まあ、27日には、まあ、ミャンマーでゴンの日ですから、うん、そのゴンの日には、まあ、今噂で聞いたんですけど、うん、あのミャンマーの大使館からもその、まあ、ニュースが出てんですけど、そのニュース通り、まあ、ミャンマーなんか日本の、まあ、ゴンの偉い人がもし27日にそのミャンマーに参加したら、ちょっとまあ日本とミャンマーの間はちょっといろいろやばいことになっちゃうかなとかちょっと思っています。あの、つまりその日本の、外交官とかがその式典に行ったら、はい、そのミャンマーの国民が日本に対して、はい、その悪いイメージを持ってしまうということですか？はい、悪いイメージもあるし、まあミャンマー、もし過去、まあ、日本にいるミャンマー人たちもちょっと、まあ、怒る気持ちでなんか、なんか抗議やるかもしれないと思ってます。ね、うん、はい、はい、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。じゃあ、あの今 の, その、うん、
この動画を見ている日本人に何かしてほしいことってありますか？はい、この動画を見ている、まあ、ぜひなんかミャンマーのことを応援してくれてほしいし、あとは、まあ、できれば、まあ、ミャンマーに今シリアも入っている人に冒険のグループを今作っているんですから、できれば冒険とかお金を、はい、うん、お金に関しては払ってほしいです。うん、なるほど、はい、ありがとうございます。わかりました。はい、じゃあそれがそのグループができてちゃんとその人たちにお金が届くようになったらね、またその方法とかもいろいろ教えてほしいと思います。あ、はい、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、じゃあ私の方から聞きたいことは大体、それぐらいなんですけど、今ちょっとここに日本の方も参加してますが、何か質問したい方とかいらっしゃいましたら、どうぞ。特にまあちょっとその声とか出しちゃうのが心配でしたらもちろん出さないでいいです。はい、質問ではないんですけど、はい、まあさっきジュさんも言ってた通り、日本の放送っていうのがミャンマーの国営放送が流したものをそのまま翻訳して出しちゃうんですね、うん、それはミャンマーの国営放送っていうのはつまりは国軍の放送ですので、やっぱりそれは何のこう確認もせずに横流しをしているだけですので、ニュースとして流すべきソースではないと思うんです、うん、なのでそれはやっぱりメディアとしてはやってはいけないことなんではないかなと私は考えます、はい、あとはその今本当に街の中に出るのさえ危険な状態ということで、それぞれの家にある食料も今度は尽きてくるのではないかというふうに言われてますので、やはりもう早い段階で何らかの行動を皆さん待ってるのではないかなと思いますので、ぜひ何かやっていけたらいいなと、やっていけたらいいなと思っていますね、はい、すみません、ちょっとじゃあミャンマーの人にもう一回聞きたいんですけど、今スーパーマーケットとかそういうのは空いてるんですか？空いてたり空いてなかったり、街の中のグローサリーとかは小さいお店とかはもう空いてると、もし彼らと遭遇するともう店自体壊して中のものまで全部無理やり取って、なんか取っていたとかあるので、その安全の状況を見て今開いたりしている状況ですね。あ、なるほど、そっか、それじゃもう、うん、いや普通の一般の人の食べ物が足りなくなっちゃったりっていうことがあるかもしれないわけですね。そうですね、私の、まあ、親戚とかは田舎の方なんですけど、今買い物も行けない状況で、うん、まあ、前買ってた米しかない状況ですね。これがなくなると、うん、まあ、都会に行けないし、泥とかも全部ゴンで、まあ、染められて行けない状況なので、もう食べ物がもうなくなる状態ですね。なので長く続くと続くほど、まあ、ゴンが殺さなくてももう出して死ぬんじゃないかなって思ってるので、うん、どうにか早く対策をしてほしいですね。日本政府としては本当に自分のミャンマーにとっては親と思ってるので、他の国よりもすごい期待してますし、なのに今まで対応が何も見られてないのですごい残念ですし、うん、もうすごい悲しいです、うん、なるほど、はい、わかりました、ありがとうございます。はい、それじゃあちょっと僕の方から聞きたいことももうこれぐらいですし、ちょっとまたこれからもね、またたくさん聞きたいこと出てくると思うので、そしたらまたこういうことをやりたいと思いますので、その時はぜひお願いしたいと思います。はいはい、はい、じゃあありがとうございます。本当に貴重なですね話を聞かせてくれて、それからやっぱり結構リスクを取ってくれて、リスクを取ってそういう情報をですね発信してくれていることに改めてね、お礼を申し上げたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、それではここで、ありがとうございました。はい、ここで録画を止めたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。